美味しそうなアイスクリーム屋さん。これさ、絶対ピスタチオじゃない？ピスタチオ絶対うまいよな。ピスタチールみたいな名前じゃない？これ絶対。しかも6ユーロ。6.4 ユーロはさ、男、そんなに高くないよな、こっちで言ったら。ハーゲンダッツ 7.9 ユーロするからね、こっち。そうだよね。ダブルで。で、行っちゃう？ちょ、行ってみよう。絶対ピスタチオのお店だと思う。だよね、ピスタチオ絶対うまいよな。何これ？なんかボツボツしてる。何これ？わかんない。でみんなこれ食ってんの？食べてみたい、食べてみたい、食べてみたい。なんていうお店だろうね。ラ・ピスタチェリエ。パリ。パリ。凱旋門とエッフェル塔の間にあるとこで、そう。今エッフェル塔に向かって歩いてたら見つけた。そう。と行ってみる。行ってみよう。こんにちは。あ、すごい。すごい。チョコレート屋さんだ。おしゃれだね。おしゃれだね。はい。ダブル？な？ピスタチオ？ダブル。ダブルワン。ダブル。ダブルワン。Okay, the first one. Is it a single? No. Okay, the first one is a double. Okay. In a cone or in a cup? Cone. Cone. And which flavor? Pistachio and vanilla. Pistachio vanilla. And you want some pistachio like this? Kakeru utte. Okay, perfect. Anything else? Finish. Minuto. Thank you. Hi. Hi. Where are you from?Japan. Japan. Yes. Is your first time here? Yeah. Okay. Okay. Thank you. Welcome. Is your first time here? Paris. Yes. Yes. Okay. Welcome to you. Thank you. You're welcome. You're good. Pistachio vanilla and something pistachio. Here we go. Do you speak French? Do you speak French? Nothing. How you say hello? Hello, miss. Bonjour. Yeah. Great. And thank you. Merci. Pistachio vanilla. We have the kind of pistachio. This is good. We have the pickle pistachio. No. Not for you. Oh. Mm. And vanilla. Vanilla. Yes. And strawberry. Wow. Okay, with topping. うわー、いっぱい。すげえ、すごー、これがトッピングだったんだ。こんなことして取れないのかな。うわー、すごい。 Thank you, this is for you. あー、メッシー、メッシー、ありがとうございます。メッシー、やったー。すごい、すごいね。スタチオなんだかんだ 8.9 ユーロした。うん。うん。うん。おいしい。うまい。うん。ピスタチオ。贅沢じゃない？この外のピスタチオのトッピングが 2.3 ユーロなんだ。うん。そういうことか。すんごいピスタチオだね。なんか。こんな大量にさ、一応食べたことないから、え、ピスタチオってこんな味なんだっていう感じなんだけど、ね、香りすごい。うん、中のアイス自体は案外さっぱりめ。うん、そんな甘すぎない。うまい。うまっ。美味しい。このピスタチオ食いながら歩いてる人何人も見たから入ってみたけど、美味しいわ、うん、店員さんめっちゃ優しくない？いや、パリの店員さんみんなめっちゃ優しいんだけど、本当に結構陽気じゃない？うん、ほら多分伝わったと思うけど、私の地獄のような無能英語でも、あんだけ読み取ろうとしてくれる。なんか、ダブル、ダブルワンとか言ってんのに手、指ツーでさ、うち。ダブル、ダブルワン、ダブル、ダブルワン。みんなもうさ、意味わかんないじゃん。は？二人で来て、ん？ダブルワンは？みたいな。レジのお兄さんが、オッケー、オッケー。一個ずつ行こう、みたいな。まずこれは、ダブル。シングル、ダブル、コーン、カップみたいな、カーみたいなやってって、最後、フレーバー、
ピスタチオ、バニラ、そしたら OK、パーフェクト。そうですね、なんか英語教育みたいな感じ。OK、パーフェクト。なんかマジ優しいよ、うん、本当に。うちもなんか販売職とかさ、やってて海外の人とか来るやん。そんな丁寧な接客できてたかなとか思わん。2人目のさ、お兄さんとかはさ、あの Welcome to Paris みたいな、うん、それ最高じゃない、あのテンション、あの笑顔ね、うん、こんにちはってなんていうか分かる、バンジュール、うわぁ、ね、君は天才だねってテンションで生きてきて、おいしかった。なんかね、高級感半端ない。何個ピスタチオ使ってんだろうっていう感じだよ、マジで。やっぱり日本円にすると高いよね、うん、まっ、本当だよ、これ1000円以上するからね。2,300円っしょ、高すぎだよね、冷静に考えてみれば。でもなんかあの店員さんのパフォーマンスとかも考えるとすごい、なんかお買い物してよかったなって思えるよね、うん、周りのコーンがめっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しいね、うん、バターたっぷり、ガリガリ。これピスタチオの絡むのめっちゃ大変じゃん。どうしてんだろうね。うまっ、うまっ。外でクレープも焼いてる。うわ、こいっけ、ピスタチオクレープだ。ヌテラ、ヌテラ塗って。ヌテラ好きね、こっちの人。俺一回スーパー行ったらさ、ヌテラボーイでしょ、ヌテラボーイに出会ったよな。スーパー行ったら後ろパッて振り返ったら、プリップリな、もうなんかはち切れそうな可愛らしい男の子がいて、うん、もうプクプクな、プク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 な。その子のカゴが丸めだったから見えちゃって、ああ見たらこんな巨大ヌテラ4個とコーラ2本。もうこれはヌテラボーイになるなって感じだった。本当にもうヌテラの CM あの子に任せた方がいいっていうぐらいヌテラの似合う少年だった、うん、めっちゃ似合ってたね、うん、あの子がどうやって形成されたのかっていうのがもうそのカゴ見た瞬間カゴで分かったもんね。カゴで分かった、かわいい。こんな大きいカゴさ、コストコみたいなカゴ引きずっちゃってさ、その中にさ、ヌテラ、でっかいヌテラ4個とさ2リットルのコーラ2本入ってるだけでさ、レジ並んで1人で買ってんの、なんかかわいいよね。なんかマジでヌテラボーイ、ほんと一生忘れらんない、うん、俺あのね、面白かったもん。あのヌテラ何日で消費するんだろうね。ほんとだよね、うん、あんまさ、あれをさ1個じゃん、買うとしてもさ、うん、それ4個買うってすごくない、うん、ねえ、こんなでかい、どんだけ業務用のやつだよね、うん、いやだ、パンとかにもドギーついぐらい塗るんだ。パン屋とかで塗ってあれなんかな、家がパン屋とかなんかな。いや違うと思う、自分でうちスプーンですくっていってると思うな。あの子はじゃなきゃあの体になれないと思うもんね。でもさ、可愛いよね、なんかそういうところも、うん、一人でお買い物に来てヌテラ買ってんのめっちゃ可愛い。出たこのスーパーワンプリックス、着物を買います。言ってるね。なんかね、案外美味しそう、うん、アボカド、チーズとかサラダ、案外美味しそうじゃない、うん、100g 2.5 ユーロ。なんかフランスのね、スーパーってなんか独特な香りするんよ、うん、何なのかね、これ。日本もスーパーの中の匂いってあるよね、ちょっと。あ、そうか、うん、慣れたね、でもね、うん、最初めっちゃ苦手だった、これ、うん、どう、飲み物、飲み物、すごい入り組んでる、うん、かなり街中だから、この面白い飲み物ないから、カラフルだね、本当に、うん、あれ水系があんまなくない。あ、ないね、ここに水はないな。ない。見て、これフランスのメロンです。フランスのメロン、なんかカットしやすいようになってるみたいなデザインがついてるの。うん、本場の洋梨、ラフランス。この辺は全部ヨーグルトかプリン、プディングみたいなやつかな。でこっちは全部チーズです。チーズ、こんなちっちゃいスーパーにもこんなにチーズがたくさんある。パリって氷売ってないよ、マジで。うん、売ってないね。コップに入れる氷、モノプリとかいろんなスーパー行って絶対売ってないんだけど、このフランプリックスってとこ行くと氷売ってんのよ。わかる。そう、マジで氷がなかなか手に入んないで、うちから今年の夏めっちゃ苦しんだ。そうだ、日本人はこれ結構フランプリックスなら氷売ってる。いろいろ飲んだけどさ、ボルビックが一番安定してない。ボルビック、ああ、これはレモンが入ったやつだけど、ああ、日本人はちょっとね、馴染みあるもんね。一応ボルビック売ってたりしたよ、前は。特にニーヤンは苦手なんだよね、香水が。ほんと飲めない。そう、全然入ってかないんだよね。ああ、だからそういうのもあって、うちらは香水が苦手っていうのがあって、ああ熱中症になりかけたりした。飲みたくなくて、水が。
結果ボルビックが助けてくれる。いつもいろいろ調べた結果これなら飲める、うん、ね。あとめっちゃコーラ飲んだ。めっちゃコーラ飲んだね。コーラはマジ世界共通、うん、うますぎコーラに救われたということで、皆さん次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。